晩は親父のデザートの時間でございます。今日はね、先ほど買ってきましたいちごのショートケーキ、七五三の方おめでとうございます。七五三の子供、七五三の親御さんおめでとうございます。ミルクレープね、大好きミルクレープいただきたいと思います。最初の当初の予定ではね、全部食べる予定だったんですけど、基本的にね、やっぱりね、ちょっと貧乏症なんですよね。食べれるんですけど、やっぱりね、ここがちょっと私のね、残念なところでもあるんですけど、一個ずついただきたいと思います。そうすればね、明日も楽しめるし、で、シューロールケーキも買ったんで、3日目も楽しめるし、素晴らしい作戦なんじゃないかなと思います。それではね、いちごさん行こうか。どっちかな。よくさ、お寿司とかお肉とか焼肉とか食べる順番があるけど、どっちがいいのかな。でもショートケーキか。ミルクレープのが基本的に好きだから、美味しいのは最後まで取っときたいというタイプです。これはね、いちごコンフィチュールっていうね、いちごコンフィチュールってジャムのことかな。以前からね、ジャムのことではないかというね、考えがあるんですけども、ちょっとね、動画内ではね、この舐めませんけど、こんだけクリームがついてるんで、後でね、ペロペロやっちゃいますけども、どうしようか。フォーク持ってきたんだけど、手でいくか。手洗ったしちゃうね。はい、いただきます。うまい。コンフィチュールがちょっと酸味があってね、山崎さんも前はイチゴ1個ぐらい入ったんじゃないの。半分だった。うまい。ティッシュ、ちょっと待って。ティッシュ、いや、美味しかったですね。もう全然いける。この甘いのにね、ブラックコーヒーが合うんだわ。でもこのワンナの極みよりは、なんだっけあれ、もう一個買ったやつ、ミルクレープの美味しいんだよね。あのね、重量感がやっぱ違う。値段は一緒だけど、やっぱりクレープ生地の重量感になるのかな。あ、クレープのね、生地のね、2回言ったけど、いや、千の葉と書く。千葉はミルフィーユなんだって。はい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 、はい、こんな感じですよ。で、ここにちょっと照りが見えるでしょうか。さあ、いただきます。重い、ほんと重い。いただきます。はい、やっぱ、うん、これ上からガブッといけないね。うん、おいしい。もちろんこの層のクリーム感がすごいあるんですけど、やっぱこのショートケーキみたいなクリームだけっていう感覚はないんで、うん、でも柔らかい。この歯がさ、歯で一層一層こう切り裂いていく感じとかね、ちょっと食レポ下手ですけど、うん、おいしい。うん、やっぱ食べ応えあるね。下はスポンジケーキ、この上のはクレープ。うん、ボリュームもあるわ、やっぱり。
これ2個はきついかもしれない。口を今までにないくらい大きく開けるから首の後ろの方がカコっていうような顎が鳴ってんのかな。うん、うん、おいしい、やっぱりおいしい。いちごのショートケーキは北海道産生クリーム使用って書いてますね。ミルクレープの方は北海道産牛乳使用って書いてますね。北海道産生クリーム使用、北海道産牛乳使用、まあ同じじゃないの。あの北海道産、北海道で生クリームを作っている、牛乳は使ってないかもしれない。まあいいか、美味しいからいいか。はい、まあ、ちょっとコーヒー飲もう。苦味がいいわ、本当に。はい、ということでね、山崎さんの一号のショートケーキとミルクレープをね、1個ずついただきました。ちょっとね、貧乏症が出ちゃって一気には食べなかったんですけど、明日またね、楽しく美味しく食べれたらなと思います。まあ、仕事も頑張れると思うんですよね。はい、ということで、七五三、七五三の方おめでとうございます。そして私ありがとうございました。はい、ということでね、ご視聴の方もありがとうございます。山崎さん美味しかったです。ごちそうさまでした。それではね、またごきげんよう。